有馬記念は日本中央競馬会が中山競馬場で実施する中央競馬の重賞競争である。寄贈賞は日本橋協会連合会会長賞、中山橋協会賞。有馬より安1955年まで呉れの中山競馬場では中山大障害が最大の呼び物であったが、東京優秀などと比べ華やかさに欠けていたことから、 当時の日本中央競馬会理事長であった有馬頼康が中山競馬場の新スタンド竣工を機に暮れの中山競馬場で日本ダービーに匹敵する大レースをと提案。当時としては他に類を見ないファン投票で出走馬を選出する方式が採用され、1956年に中山グランプリの名称で創設された。しかし、 1> 第1回中山グランプリの興奮も冷めやらぬ1957年1月9日に創設者の有馬理事長が救世したため有馬の功績を称えて第2回から有馬記念に改勝。以来中央競馬の1年を締めくくるレースとして定着した試行場は創設時より中山競馬場で変わっておらず試行時期も12月下旬で定着している 地方競馬所属馬は1995年から出走が可能になった。外国馬は2000年から2006年まで当該年度のジャパンカップを優勝した馬のみに出走資格が与えられていた。2007年からは国際競争となり外国馬の出走枠も6頭に増やされた。世界の競馬開催国は国際競り名簿基準委員会によってパート I からパートーまで ランク分けされており、2014年時点で日本は平地競争が最上位のパート I、障害競争はパート4にランク付けされている。国際競馬統括機関連盟が公表した世界のトップ 100GI レースによると2019年の格付けランキングでは世界6位タイ、日本国内のレースでは宝塚記念に次いで2位に位置付けられている。2020年は世界10位。 日本国内では4位となっている。1996年には売上額が約875億円となり、日本競馬における1レースの売上最高額としてギネス世界記録に登録された。以下の内容は2020年現在のもの。サラ系3歳以上出走馬の選定方法は以下の通り。枠順の決定方法について2014年は、 出走馬の枠順決定方法について JRA 発の試みとして出走馬の関係者が希望する枠順を選択する方法とされた。合わせて BS 富士にてテレビでの生中継も実施された。手順は以下の通り枠順を選択する出走馬1等を抽選で選定選定された出走馬の関係者が希望する枠順を選択上記を繰り返して すべての枠順を決定する。従来、枠順は抽選で決めるとしていた、競馬試行規定及び規約が改正され、2014年11月25日に農林水産省から認可されたことで、このような選定方法が可能になった。2015年以降は従来通り枠順も抽選に戻ったが、抽選会の生中継は引き続き行われている。場名の抽選を行う際は、 その年の JRA のテレビコマーシャルのイメージキャラクターとして出演した俳優などの著名人がゲストとして行うことが多い。抽選方法は以下の通り。ゲスト抽選者が出走馬1頭を抽選で選定。その競争場の関係者が登壇し馬番号の抽選を行い、馬番号を決定。上記を繰り返し、すべての枠順を決定。出展。 2020年の一着賞金は3億円で、以下2着1億2000万円、3着7500万円、4着4500万円、5着3000万円。中央競馬で施行される競争では、ジャパンカップと同じく最高額の一着賞金が設定されている。天皇賞、ジャパンカップ、有馬記念の3競争を同一年に全て優勝した JRA 所属馬には、 内国産場2億円、外国産場1億円の報奨金が交付される。また、当該年度の GIJ プニー競争で3着以内の成績、または平地の重症競争で優勝した JRA 所属場がファン投票上位で出走する場合、1位から3位は2000万円、4位5位は1000万円、6位から10位は500万円の特別出走奨励金を交付する。 上記の報奨金、特別出走奨励金はいずれも、クラス分けに用いる習得賞金には参入されない。1948年、太平洋戦争後に、日本に新中主間接統治を行っていた、連合国軍最高司令官総司令部は、日本国内の競馬司交代で、唯一の全国組織であった日本競馬会を、独占禁止法に抵触する機関として問題視し、閉鎖を指示。 同年7月の競馬法施行に伴い、日本競馬会は解散し、以後しばらく競馬は、農林省競馬部により運営されることとなった。その後、1951年に自由党内の競馬、商委員会において、競馬民営化論が提唱され、同年サンフランシスコ平和条約調印により、日本の主権が回復されると民営化論は、さらに活発化。 1954年には民営による競馬指交隊日本中央競馬会の発足に至った。しかし国家財政への寄与という名目で控除率が高く設定されたこともあり、客足は地方競馬や競輪といった新たな公営競技に向き民営化後第1回開催の売り上げは目標額に到達せず、その運営は前途多難なものだった。 日本中央競馬会所代理事長には、日露戦争当時から、競馬の振興に取り組み、競馬沖縄の異名があった、安大財門が就任したが、翌1955年4月4日には、第1次、この絵内閣で農商を務めた、有馬より安が、第2代理事長に就任した。競馬が国営であった間、競馬関連の諸施設は、部分的な補修。 修理が行われていたものの予算の関係上、大規模な改修は行うことができず、中でも中山競馬場の大スタンドは老朽化が進み、危険な状態にあった。しかし当時の日本中央競馬会は、その改修に充てる費用を持ち合わせていなかった。そこで審理事長のより安は、時の農商、河野一郎ら政府関係者に働きかけ、 1960年12月31日までの間、日本中央競馬会は、農林大臣の許可を得て行う臨時の競馬開催により得た収益を、政府指定の建造物に限りその改築に充ててかなり、また、収益の一部を国庫に納付する義務も負わないという、旨の日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律成立にこぎつけた。 そして翌1956年1月1日、中山競馬場の大スタンドがこの法律の適用される政令指定工作物の第1号となり、3月22日に特例法による臨時開催が中山で8日間行われた後、10月13日にスタンド新築を含む第一期工事が竣工した。中山改築前年の1955年末、よりすは、 競馬会のパーティーにおいて、ファンが決めるレースを中山でやってみたいという副案を明かした。ヨリアスは戦前にプロ野球、東京セネタースのオーナーを務めていたことがあり、野球のオールスターゲームから着想を得て、ファン投票による出走馬選定という企画に至った。従来の中山では、中山大障害とさつき障がに大競争だったが、同じ関東の主要場であり、 東京優春、天皇賞、優春品馬という大競争を抱える、東京競馬場に比して格が落ちるという意識が中山の関係者間にもあり、この案は好意的に迎えられた。さらにこの競争には、4歳クラシック競争を走り終えた4歳馬と、小馬の最大目標である天皇賞を終えた馬がぶつかる日本一決定戦という大きな要素も加えられることとなった。 第一回の競争名は、中山グランプリとされた。フランスには、パリ大賞という名の大競争があったものの、日本において、グランプリという語は、黒沢明監督の映画、ラ・ショーモンが1951年に、ベネツィア国際映画祭の最高賞を受賞してから、交換に広まり、ために当時は映画絡みの言葉という感が強く、競馬の競争名として適当でないとの見方もあった。 このため、中山グランプリはあくまでも仮の名称として、第1回競争の投票用紙には、競争名の案を書く欄も設けられた。競争名案には3812通が寄せられ、中山グランプリの他に、中山大賞典、中山王冠賞、中山王冠、中山英冠賞、英冠賞、中山大館中山館賞典記念、中山商典、王冠、王冠賞、 中山クラウン賞といったものがあった。しかし妙案がないということで、競争名は中山グランプリのまま末置かれ、1956年12月23日、新スタンドを備えた中山競馬場において第1回競争が行われた。出走12頭のうち、天皇賞の優勝馬が3頭、クラシック競争の優勝馬が4頭と当時の競合が一堂に開始、 中山では1万人入れば大入りと言われた時代にあって、当日の入場者は2万7801人という盛況であった。ところが、第1回中山グランプリからわずか17日後の1957年1月9日、より安が肺炎により急性した。理事長として1年9ヶ月という短い在任期間中に様々な功績を残したより安の名を称え、 同年11月23日に中山グランプリは有馬記念と解消された。その後、有馬記念は日本競馬の根幹競争の一つとして定着。また、勝ち馬投票権の売り上げは日本一を誇る競争となり、1996年度には世界の競馬史上最高額となる875億円を売り上げ、ギネス世界記録に認定登録された。 有馬記念は、競馬界のみならず、日本の年末の風物詩として、社会的な認知を得るに至っている。現在では、距離物の競争体系が整備され、同じ12月に、香港国際競争が行われることもあり、外国長競馬の遠征や、スプリントマイル戦線での活躍馬の出走は少なく、なったものの、2019年の第64回には、 合計11頭の GI 級競争優勝馬が出走するなど、日本国内での3歳馬、コバコンー中長距離競争としては、トップクラスの競争としてその地位を確立している。有馬記念は、長らく中央競馬の年度最終開催を飾る、GI 競争として12月の最終開催日の試行が定着していたが、2017年に、 ホープフルステークスが GI に昇格されると、こちらが最終開催日に組まれるようになった。その後は開催日程により有馬記念が開催最終日となる年もあるが、年内最後の GI 競争としては固定されなくなった。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第1回が中山グランプリ、第2回以降は有馬記念。 有馬記念の記録バレーは2000年以前も現行表記に揃えている。2010年以降のデイナ、着順については、各界競争結果の出展を参照。各界競争結果の出展札幌製、ビール、黒ラベル第52回、有馬記念館。2006年第51回優勝バディープインパクトが描かれている。ありがとうございます。